のじゃなくて、あのバラ。あお集まりいただきまして誠にありがとうございます。天気にも恵まれまして、デモ日和というのがあるかどうかわかりませんけれども、やっぱり NHK はじめテレビ局はこのデモを無視するようで今日も来ておりません。皆様は俺も参加したがどこもニュースにしなかったとあちこちで書き込んでください。昨日ですね NHK 割増金っていうのが始まりまして、対象はごくごくわずかな人だけなのに、皆さんビビり上がっちゃってですね、ネットでの契約申し込みが去年の10倍になってしまったようであります。まんまと NHK の思うつぼになっております。今日は NHK は割増金をやめろというのも入れましたので皆さんよろしくお願いします。スピーカーでですね、スクランブル放送にしろと言ったら皆さん後に続けておーって言ってください。しろって言わないでいいです。あとは腕上げるのもですね結構大変なんで、明日腕上がんなくなると大変ですからほどほどでいいでございます。では一度二度練習いたします。皆さんおーっと元気よく言ってください。 NHK はスクランブル放送にしろー。 NHK は割増金をやめろー。はい、ありがとうございました。結構暑くなってまいりました。水分補給をまめになさってください。あとですね、先ほど腰の痛い方、足の痛い方ちらほらおられました。あとは気分が悪くなったり途中リタイアの方は白いジャンパーのスタッフにお気軽にお声掛けください。上り持たされてしまった方ですね、ブンブン左右に振らないでください。左右っぽくなっちゃいますので、ここから NHK の前まではちょっとつまんない道が続きます。セーブしてもらってですね、
NHK の建物が見えてからが本番であります。 NHK は今日も放送してますんで中に人いるはずですから、皆さん張り切ってください。誰とは言いませんけれどもエスラダ・ムシューセイさんみたいにですね、NHK の警備員に食ってかかったりするのをやめてください。あの人たちは警備会社から派遣されたバイトであります。プラカードをお持ちの方できたらお持ち帰りください。回収ちょっと大変なんで、お持ち帰りください。くれぐれもその辺に捨てていったりしないでください。宮下公園に入ったらですねコールはやめてもらって流れ解散というふうになります。白いジャンバーのスタッフに上りや横断幕、その他をですね、渡してですね、集まらないでとどまらないで解散ということにさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。私、おととし肺がんになりまして手術してなんともなったんですけれどもいつ人間死ぬか分かんないなという境地に達しました。 NHK みたいな不公平で理不尽で、お金ずるしてそういうですね異常な組織を子や孫に残さないためにも我々世代のおっさんとお嬢さんが頑張って潰しましょう。ちょっと お待ちください。そのままよろしくお願いします。これも何か時間が余ったんで一言お願いします。あ、今日はあの曇りで小雨降るかと思ったら晴れちゃって、はい、そうですね、まあ、桃引き入ってきたから暑くてたまんないです。もう桃引きを桃引きよかった北海道つけてこなくおっすめっちゃすごい良かったです。そうそうそうなんかプロのデモラーだね。黒くなっちゃうの。はい、10秒前です。すごい。僕のスタートです。よろしくお願いします。それでは出発します。やめろー。
メロこの手
チステッカーをやめろ、マスキーをやめろ、ちょっと知りませんでしたなんて言ったら怒るよね。
チストーカーをやめろ。やめろ。 NHK の歌放送をやめろ。 NHK はネット放送をやめろ。 NHK はこのデモを放送しろ。やめろー。
はい、来てください、お願いします。
あれこっちじゃないですか。はい、そうです。あの現場車両入るんで。あ、
スは引っ越しストーカーをやめろ。
越しストーカー。